皆さんどうもこんにちは、ワンディーランドゆぽんです。はい、今回ですね、皆さんお待たせいたしました。あ、リップ塗ってない。あららら、リップ塗ってきました皆さんお待たせいたしました。ガチャガチャの排出結果を紹介していきたいと思います。かなりね、お待たせいたしました。ではね、早速回してきたガチャガチャを開封していきたいと思います。マルサイスではしゃくれから回してましたよね。しゃくれ見えないように開けましょう。ユーポはなんかカワウソみたいなちっちゃいしゃくれが狙い。なんすかこれは。しゃくれるオカミ。あららららら、らしゃくれてる。だって見えないんですよね。ラインナップだけ取る。しゃくれるプラネット高田種類がシャクレルゾウ、シャクレルカバ、シャクレルカビル、シャクレルアライグマ、シャクレルウミガメ、シャクレルラッコ。あ、ユーポを狙ってるのがラッコか。このような感じですね。ゾウさんとかカバとか。ユーポこのラッコ狙ってます。ラッコ何が欲しい。ゾウさん。だママポンがゾウさん。ゾウさんすげえなんかうわーってなってるアライグマかわいいな。ウミガメもかわいい。じゃあまずこちらから開けていきましょう。いきまーす。はぁ、ゾウさん。よかったね。見てこのしゃくれ。おじいちゃん、あれしゃくれてない。あれしゃくれてるで、なんかクオリティ高くない。あと狙いはラッコ。いきます、せーの。双子コーデですね。シャクレ双子です。で、こちら以下200円です。で、続いては、あれ回せましたね。あれ。エロポンですよ、エロポン。これ、エロポン。僕、名前分かったから。ちょ、スマホ持ってこないといじめるために。よし。じゃあ、開けましょう。ね。なんか赤と白があって、ユーポンは白が出ましたね。はい、来ましたーん。着せ替えボンデージですね。着せ替えボン。値段が300円ですね。300円払ってまでも欲しいという。あ、紐じゃなくて、ゴムです。ゴム。わははは。やば、リアル。はい。縛りました。結構なんか、いろんな方向から入れたらできました。やばー。すごいね。めっちゃリアル。続いてはなんかね、次からね、順番忘れちゃったので適当に行きます。はい、お、金の玉ですね。金玉、これは200円です。綺麗な金じゃないか。水っ気ってさ、久しぶりじゃない？触ったの。ユーポン久しぶり。気持ちいい！綺麗だね。続いてがこちら。これは1回300円の J ドリームのドリンク瓶ぷかぷかマスコット BC ってものです。ユーポンはレモンジュース、レモンスカッシュが出ました。これはね、中に液体が入ってます。でもね、これ飲み物じゃないので飲んじゃダメですよ皆さん。ほら、スライムとかじゃなくてただ単に液が入ってるだけです。これだけで。続いてはこれ、バナナ、バナナです。これは200円だったかな。なんかバナナ硬い。柔らかいかなと思ったけど結構硬かった。あ、柔らかい柔らかい。やっぱりちょっとプニプニしてた。だからデコレーションがめっちゃついてる。で、ここの部分がめっちゃ伸びるっていうね。あとプニプニ、なんかね、触り心地がなんかすごい初めて触ったような感覚続いてはね、めっちゃ楽しみにしてたアリンコです。アリンコ、アリンコね、一番楽しみにしてた。もしかちょっと集合体の方気をつけた方がいいかもしれません。あの、虫が苦手な方とか結構リアルなので。
数も多いし。で、お値段が200円です、1回。うわーやだもーわーわーはい、組み立てました。で、ね、アイスクリームは4匹です。やばーなんかリアルじゃない？いや、気持ち悪い。うわいや、うわはい、組み立てましたバイル、いっぱいアリンコ大量。で、ソフトクリームを合わせると、もうどんだけ食べ物落としてんだって感じだけどね。ここまで来たら、食べ物落としすぎでしょってね。あ次はね、もうね、スライムです、全部。スライム。あ、待って。もう一個卵残ってた。これスーパーボールだ。うん。これちょっと臭いんで終わりますね。スライムは2回回してきましたよ。回してきましたよ。で、こちらのお値段は200円です。ゆうぽいの本当はパープルが欲しかったんですけど、水色と緑が出ました。じゃあまず水色から開けていきます。あ、でも綺麗だね、色が。ほら。透明に青のラメ。いいですね。でちょっと手にラメがつくのが、ちょっと、あれですね。あ、匂いめっちゃいい匂いする。なんか、リンゴみたいな。ねちょっとね、固めかな？あんまり勢いよくバッてやったらピッて取れる。で、続いては、緑。あれ？これ柔らかい。ちょっと乾燥したのかな？ほら、なんかね、緑はすごく、気持ちいいです。柔らかい。で、匂いは全部一緒です。綺麗じゃない？アリンコ入れてみたみたいな。はい、ということで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。意外とね、排出結果が良くて、リボン気に入りました。で、一番お気に入りなのが、このアリとか、このスマホいじめる。あれと、あの、これ、シャクレがね、すごくお気に入りです。スライムはね、ちょっともうちょい柔らかかったらよかったかなって感じです。でもよかったら皆さんも、ガチャガチャの森で、ガチャガチャの森とか、ガチャガチャを回してみてください。では、チャンネル登録よろしくお願いします。Twitter、Instagram、ナラブ、ミュージカリーの方も、フォローよろぽんです。では、おすぽん！